はい、今日もですね、またいつもごとく暑かったですね。ほんとやばいですね。はい、今日もちょっとお酒を紹介していきたいなと思います。ウイスキーなんですけどね、これですね、ハイボールです。で、何のハイボールかっていうと、見えないっすね。レイっていう、CGC ジャパンさんが作ってるウイスキーですね。4リットルあるやつですね。もう酔えたら何でもいいなと思って買ってみたんですけどね、まあなんだかんだ言って結構飲みましたね。はい、味はですね、ちょっと最近飲んでないんで忘れたんで飲んでみますね。かすかにウイスキーの味がする焼酎ですかね、これ。色が焼酎に、焼酎じゃない、ウイスキーに変わった焼酎ですね、濃い。まあ、かすかにウイスキーの味はしますけどね。まあ、そんなにベタ褒めで美味しいと言えるウイスキーじゃないと思いますね。ハイボールにしたら特にそうですね。コークハイとかだったらね、全然グビグビ飲めるんですけど、はい、まあ、値段がね安いんで、4リットルでいくらぐらいしたのかな、3000円中盤ぐらいだったのかな。値段がまあお手頃なんでね、まあ、酔えたらいいなとかっていう人だったら、ね、そんなにまずいっていうこともないんでね、ほんと後悔とかにして飲むのは全然ありなんで、はい、コスパはいいと思いますね。まあ焼酎との違いはちょっと微妙なんですけどね、はい。で、今日のつまみはちょっと揚げ物ですね。揚げ物です。唐揚げですね。半額です。221円税込みの半額です。美味しいのかな、ここのスーパーの。あんまり食べたことないんだよね。まあ美味しいですね。暑い日が続きますけどね、皆さんも熱中症に気をつけてね、本当ぼちぼちやってください。そんな感じです。お疲れ様でした。またねー。